大きな当たりです。ライトがドロップバックする。右中間どうでしょう。ワンバウンド落ちました。ランナーは止まっていまして、今三塁ベースを回った。ボールはセカンドへ返ってきた。ランナーはアウト。1点は入りました。これはなかなか内外野の連携プレーうまく、しかし日大二高が1点を先取。大きな当たりでした。右中間の当たり、左対策はできている感じ。日大二高ライト線フェアです。二塁ランナーは三塁ベースを回った。打ったバッターは二塁に向かう。2点目が入ってツーベース。左打線が火を吹きました。1回の裏日大二高早くも2対0。ご覧のように6校の山がわずかに見えます甲子園の上空ですが、まだ明るさはの残っております。風がかなり強くなりまして小雨が落ちてまいりました。先ほどは雷の音にこのスタンドの観衆もどよめきが起こりました。稲光がしましたが、現在その雷の方は収まっております。逆に雨がポツリポツリと落ちてきました。ショートへ痛烈なゴロ、あと飛んでる。一人ホームイン。2対1としてなおワンアウト1、3塁。ショート中村バウンド合わせ損ないました。ストレート右中間、打球が伸びていく。ライトがバック、抜かれた、抜かれました。2人ホームイン、逆転。バッターは打ったバッターは三塁へ向かって、これはアウト。しかしその前に2人がホームベースを踏んで逆転。喜びます八幡大学附属高校。3回の表3点を奪って3対2、1点逆に勝ち越しました。センターへ抜けました。さあ三塁を回った。バックホームされてくる。ボールがそれた、ホームイン。1点を加えて4対2。なおもこの間にランナーがそれぞれ進塁。2アウト2塁3塁。先ほどからの強い雨で女子高生の髪が濡れます。4対2、八幡大学附属高校が2点リード。2点を追う日大二高、一塁側の応援席です。雨の関係で幾分3度観衆が減っておりますが、一塁側のアルプス席はほぼ埋まりました。総勢およそ3000人です。今日午前0時東京を出発しました。昼過ぎにこの甲子園に到着しております。スクールカラーのピンクのうちわ、そしてその帽子をかぶりまして応援を続けます。ブラスバンドもおよそ60人。こうして雨が降ってきますので、ご覧のようにフルートを吹く女子学生、タオルを巻いて、確か私過去に聞いた経験があるんですが、雨がですね楽器にこう入ってきて非常に演奏もしにくいということなんですがね。大きな当たりです。レフトへ。これはあるいは切れなければホームランかという当たりと、フェンスにワンバウンド。バッターは二塁に進みました。大きな当たりでした。8番のセンターに回っている片岡、ノーアウト二塁です。そして甲子園の6基の照明灯に今明かりが入りました。5回終わってこれから6回の表ということになるところで照明灯に明かりが入ります。この放送席にもバックネットの方向に風が吹いている関係があって、容赦なく雨が落ちてまいります。左対左ということで、西大二高の3番4番5番が左バッターなんですが、第1打席ではその左バッターが勝ちました。4番の倉本に対してボール3つですが、激しい雨、風も出てきましたし、ちょっと不気味な雨になってきましたね。そうですね、もう風の向きが、先ほどはセンターからホームだったんですが、はい、今はもうライト方向に待ってますですね。アルプス席だけは応援の声鳴りやみませんが、ノースリーからワンスリー、そして打っていきました。強烈な雨でここでタイムがかかりました。ここでタイムがかかりました。主審の木島さん、これはやはりプレーを続けるのはたまりません。ちょうど5時になったところですが、
やはり福島さん、これで続けるのはちょっと無理ですね。そうですね、あの、はい、非常にあの木島出身 の、 あの妥当なジャッジだと思います。はい、6回表終わって6回の裏、西大二高ワンアウトランナーなしで4番バッター倉本、カウント 2-3 というところでプレーが中断されました。この試合が始まるときには稲妻が走り、また稲光がピカッとしました甲子園の上空ですが、中盤から雨が降ってまいりまして、時折激しい雨、そして現在はご覧のような状態になりましたのでプレーが中断されました。まあ、今年はですね、各地区予選が行われたときにあの各地とも雨で災いされて、この甲子園への道のりなどご参考までに、この高校野球全国大会の試合規定をお伝えしますと、まあ、今年の公認野球規則によってゲームは行われるわけですが、公認野球規則でのコールドゲームは5回完了もしくは5回表終了とあるが、これは、後攻めの方がリードしている場合ということなんですが、今大会のコールドゲームは7回完了もしくは7回表終了とするということになっております。両チームが対戦し、1回から激しい点の取り合いを見せました。西大二高が左バッターが左ピッチャーを打つという格好で2点を先行しましたが、八幡大学も春の選抜に続いてこの甲子園同じ選手たちがプレーをするということもありまして、3回に見事な反撃を見せました。アルプスの応援団の皆さんはですね、もう本当に必死で応援しておられますですね、はい、そういう意味から言うと、まあ、ゲームを続けてあげたいし、はい、しかし今の状態ではやはりあの選手職に気の毒ですし、はい、まあ、やはり一番いいのはすぐ病んでですね、少しグラウンドを手入れして、そしてやはり最後まで試合をしてもらいたいと思います。まあ、それにしても高校生、本当にこの甲子園、まあ、選手がプレーをすると言いますけれども、応援団の方も自分たちもだということで、いわゆる青春のエネルギーをぶつけているという感じですね。そうですね、この6回の裏、西大二高の攻撃が始まった時に猛烈な雨になりまして、試合が中断されてすでに30分を経過しております。その雨に濡れながら一塁側西大二高、三塁側八幡大学附属高校と本当にファイトあふれる声援を続けておりますが、現在雨のために試合は中断しております。激しい雨が落ちてまいりまして、主審の木島さんが右手を上げてノーゲームを宣しました。雨のためにこの試合はノーゲームとなりました。もう一度試合を改めて初めからやり直すということでノーゲームになりました。大会規定によりますと、コールドゲームは7回完了もしくは7回表終了とするという規定を用いまして、6回の表を終了した時点で4対2で八幡大学附属高校が2点をリードしておりましたが、試合は成立しませんでした。福島さん、はい、結局やはりその激しい雨がですね、今もご覧のように降り続きましてノーゲームになりました。これは天候上やむを得ませんですね。もう致し方ないと思います、はい、したがってこれからですね、この試合が再試合となって改めてやり直すということになったわけですけれども、そうですね、あのやはりあの今日の試合をですね、はい、まあ、あの各を振り返ってですね、やはりあの片岡投手、それから河野投手の緊急をしてですね、また試合に臨んでくるんじゃないかと思います。はい、まあ、アルプススタンドの応援団はですね、本当にずぶ濡れになりながら、その中断中およそ35分ぐらいありましたか、中断していたわけですけれども声援を送り続けました。もう一度改めてやり直すということで、まあ、ご覧の6回表まで試合が進んだわけですが成立しません。したがって改めて試合をするという状況になりました。3年ぶり2回目出場の福岡県の八幡大学附属高校と西東京代表の西大二高の試合は雨のためノーゲームとなりまして、改めて再試合が行われるという状況になりました。